はい、どうも、チャンネルのグッチです。まあ、先日ですね、僕はバドミントンシューズをね、僕の持ってるバドミントンシューズを紹介しますという動画を出したんですよね。で、まあ、その中で大体ね、やっぱ4X の何々使ってますとか、まあ、65Z 使ってますだったりとか、コンフォート Z 使ってますだったりとかあったんですけど、まあ、中でちょっと気になったものがありまして、アシックスのシューズなんですけど、まあ、僕、はい、このアシックスのコートコントロール FF を持ってるんですね。で、それとは別でですね、アシックスのゲルブレードおすすめだっていうコメントがあったんですよ。こんな感じで。そう。で、ちょっとそのアシックスのゲルブレードっていうのがちょっと気になったんで、おりゃ、このゲルブレードをね、アシックスのゲルブレードちょっと手に入れてみました。まあ、今回、まあ、この色、なぜこの色かっていうと、まあ、前回がね、紺っていうか、まあ、ちょっと、暗めのカラーだったんで、まあ、今回ちょっと明るめのカラーのゲルブレード手に入れようと思って、これにしてみました。で、今からね、打っていくんですけど、これ実は後取りなんですよ。なんでね、先に伝えられる情報と、まあ、エンディングで伝えていこうかなと思うんですけど、まあ、まず持った感じ、すごい軽いです。まあ、ちょっとね、同じ製品に比べるのはあれかなと思うんですけども、コートコントロール FF より軽い感じがします。というより持っても絶対、あ、こっちの方が軽いって思うくらいすごい軽いですね。僕が愛用してる 65Z とか65シリーズよりも軽い感じがします。で、これは、軽さだけが売りじゃないんだなっていうのがすごい相手で伝わってきました。それではまあ早速ね、プレイシーンをどうぞという感じでやっていきましょう。レッツゴー!はい、てな感じで終わってみて感想を言っていこうと思います。まあ、このシューズもですね、ちょっと幅狭めかなっていうところもあるんですけど、まあ、すごい軽くて動きやすいっていうのプラスですね、中で全然ずれないので、特にサイドの蹴り返しだったりとかでもすごい強いシューズなんじゃないかなと思います。前の動画で言うと、軽量化プラス横ぶれに強いっていう安定性をバランスよく保ったようなシューズなんじゃないかなと思います。まあね、どっちかに突出してしまうと絶対どっちかが落ちてしまうので、軽さと安定性っていうところのバランスをすごい取ってるようなシューズだと思います。で、これすごい値段がその他のシューズに比べて安いんですよ。なんで、まあいろんなメーカーだったりとかで1万3000円とかしてくるシューズに比べてはすごい安くて、安定性も高いっていうシューズになってくるとなかなかないので、やはりね、メーカーをこだわらず履ける人はぜひともおすすめしたいようなシューズでございました。アシックス好きな方はぜひね、これのいいところだったりとか、まあ、前回のこの
コートコントロール FF の良さだったりとかもね、ぜひとも話してほしいなと思います。まあね、シューズは別にヨネックスにアンチしてるわけじゃないですけども、ヨネックス以外にもいろんなシューズあるんだよっていうところもね、ヨネックスのシューズ含めてアシックスだったりミゾンだったりとかも含めてね、話していければなと思います。気になった方はぜひまずはアシックスさんのサイトを見てみてください。よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。